違いしてみます。こちらの大きめなセーターです。それでは早速お着替えしてみます。したちょっと変わってるデザインのセーターです。それでは今日のニアのブラジャーとパンティをご紹介します。今日は薄いピンク色のブラジャーです。刺繍が白でとってもガーリーな感じのデザインです。はい、それではパンティもご紹介します。パンティはこういう感じで刺繍のデザインがとっても可愛いです。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価ポチッとしていただけたら嬉しいです。またミラノファンクラブでは YouTube に投稿できないような